京都へおいでやす。どうも水田京都の秋、今日は篠ヶ野神社の近所、ちょっとブラブラしてるんですけども、そちらでねむちゃくちゃ老舗っぽい洋食屋さんかもっていうところが現れたんで、今からそちらでお昼ご飯食べていきたいと思います。それでは早速行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレッツゴー。ということでこちらなんですけども、ランチとコーヒーの店カモさん、すごいなんか老舗っぽい感じの洋食屋さんで、好奇心旺盛なんで行ってきます。安い。やっぱりね、俺の前には素敵な店が現れる。むちゃむちゃ安い。それじゃね、ビールをいただきます。これ瓶ビールで大で500円です。500円、びっくりでしょ。これ昭和価格のままです。うまいな、真っ昼間のビールは。うまい、最高。700円、すごいでしょこれ。ご飯がこんなにがっつり、味噌汁これで700円。いただきます。それじゃあ続いてカツを、揚げたてのカツを。
しみは置いとくよ。楽しみ置いとく。ちょっとソースかということで、ランチとコーヒーのカモさん行ってきました。ちょっとね、今日はねビール飲んだんでコーヒーは飲まへんかったんやけど、全てのランチがね安い。ほんでお父さんがね注文してからあげるから、カリカリサクサクの洋食を楽しめる店でした。ビールにあったね揚げ物むちゃくちゃうまかった。やっぱりね、俺の前には素敵な店が現れる。ちょっとびっくりしました。はい、感動的でした。よかったら皆さん、こちら下鴨神社の近所なんでお越しいただきたいと思います。ごちそうさまでした。それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。大満足、ありがとう。それじゃあ最後にご視聴いただいている皆様、愛してます。最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼申します。